足元にご注意ください。始まる前にやれるんじゃないかっていう反面とやれないんじゃないかっていう反面にすごい複雑な気持ちで挑んだんですけど、3日まではやれないっていう子が強くて、で、最終日うまくいって、やれるんじゃないかっていう少し自信がついた、順位だと思います。4日間通じて、世界のトップが回っても67っていうスコアしかできないなと、自分がそのスコアで回るかっていうことをすごい自信になりますし、そういうプレーを続けられるといえばメジャーでも勝てるのかなと思ったりしました。松山プロが感じた今回全米オープンでの収穫と課題ってもしありましたら教えていただけますでしょうか。収穫はやっぱり1日だけでも通用するという、自信と、あと課題はやっぱりショット、パットを含めて、全部のレベルを上げないといけないなと思います。